対戦相手のアンセムになります。順番だはこの試合4-3-3というシステムで臨んでいます。どういうことになります？今は分かりましたけど、昔はオランダサッカーの代名詞的なシステムでしたね。基本トップがワイドに開くことによって、すぐにバイタルが作りやすくなりますよね。そこにボランチを起点として積極的にボランチを作っていく形が必要ですよね。そうなんですね。もうボランチというのはアンカーという考え方ですね。そうですね。あとはサイドバックがどれだけ高い位置を取れるかどうかですね。高い位置を取ることによってウィングと連携する、まあ、攻撃的ニーズをつけるということですね。まあ、そうなってくると守備が構成になるので、ご覧の選手がいかにカバーができることが重要になりますね。それでは今日のゲームに行ってまいりましょう。基準まで対フランス、佐藤さん、本日の注目選手を一人挙げるとしては誰ですか？バットですね。やはりあのスピードと緩急の付け方、いいですね。
セットします。いいですね、流れ来てますよね。今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。いやポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。これで今日のゲーム面白くなってきました。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね。それを確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。そうですね。大きくサイドチェンジ、このパスがつながります。さあここでカウンター、ここで収まる。シュート、ジニア、これは収まりませんでした。このパスを防ぎます。縦へのボール、ハイトヌーリ、大きくサイドチェンジ、ウサム・アウアル、ボールはジニャクへ。さあどうする、ジニャク止めた。裏のスペースを狙う。さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。激しいボールの奪い合い、チャンスを演出でシュート、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ドリブルで仕掛ける。さあカウンタースピードを上げたいところ、うわ、道ができました。このチップキックは弱かった。ループ意識したのかもしれませんけども、今のはフランス、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。試合をひっくり返します。いやー、刹那の隙も見逃さない、ディフェンダー間のコースを突いた正確無比なそのシュートコントロール。いやー、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。今日2点目のゴールです。さあフランス、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。ここはすぐ奪い返します。フランス、シマカ、サイドチェンジ、このパスを受けてルーズボール、前線へ長いボール、抜ければシュート、なんと止めた。
いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いやこれぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。この場面でスーパーセーブです。いやよく反応しましたね。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。さあフランスリードを2点に広げてリスタート。いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、前半はもう完全に点の取り合い、すさまじい展開になりましたね。いやこの45分だけでも一勝分の迫力がありましたね。不順パターとしてはまだリードされてますし、早くから仕掛けてくると思いますよ。不順パター対フランス、ではこの後の試合をお楽しみください。ではセカンドハーフ見ていきましょう。不順パターとしてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。クロスを選択、不順パター、ここクリアで難を逃れます。さあ左へ預けて、さあ奥に出してくる、ウサム・アウアル、シマカ、大きくサイドを変えます。カウンターを仕掛けていきます。グエンドゥジ、シマカ、ウサム・アウアル、抜けてくる、さあムバッペ、長いボールを送ります。さあカウンターのチャンスになります。スルーパス、これはどうだ、勝負なし、相手に危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあ一人で持っていく、ジニアク、どうする、ジニアクからのミドル、サーブ、フランスとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、シュート、キーパー、いやーキーパー素晴らしいですね。いい仕事しましたよね。ふわっと裏を狙う、いいとこありますよ。スーパーセーブ、イサム・アウは今日の試合でアシストを記録しています。大きく縦へ、サイドへ、裏へのスルーパス、いいボール入りますよ。ムバッペのボール、枚数いる、中につなぎたい、
うわ、曲がる。素晴らしいパス。チャンスを演出できるか。リズムを刻む。パスをつなげます。さあ左サイドへ。収まったフリーだ。さあここでカウンター。スペースを狙う。抜けてくる。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。ウサム・アウアル。フランスが最終ラインまでボールを下げる。ウサム・アウアル。さあどうする。両チーム同じタイミングで動いてきます。裏のスペースを狙う。ムバッペのボール。どうだ。タイミング合いませんでしたね。ルーパスを出す。縦へのボール。ガメイロ。自分で行く。長いボール縦へ。緩く狙ったボール。まあクリアが精一杯ですよね。フランス立て続けに選手を入れ替えています。ありますから分かりませんよね。どうする。スペースを狙う。いいところに行ったんですけどね。まだまだ時間残ってますから。
このままじゃ終わらない。いずれ一発わからない試合展開となりました。いやー本当もう時間がなかったんですけどもね、最後まで積極的に攻撃しましたね。そしてしっかり決めてくるあたりもさすがだなっていうふうに思いましたね。そうですよね。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。スジュンバダ2点差を跳ね返し大逆転勝利で試合を終えました。